お疲れ様です。こんばんは。お、すごい。なんか今日は待機の人たちがいっぱいいた。はい、始まりましたね、皆さん。はい、今コメント入れました。どうもこんばんは。はい、すごいですね。なんか今日は何でしょうか、結構すごく待機してた人が多かったといいますか。そうなんですよ、まだスパチャ入れられないんですよ。生々しい話やめてください。はい、スパチャはね、あと何時間だっけ、あと500時間ぐらい。だから皆さん今日1時間ぐらいやりますんで、500回見てください。そうすればスパチャが入るようになります。はい、いや、スパチャがね、目的とかそういうことじゃないですから、とりあえずね。はい、皆さん、こんばんは。ちょっとまた、しばらく、時間が空いちゃったんですけども、もう本当に、いろいろ忙しくてですね、はい、言い訳なんですけども、はい、いろいろ忙しくてですね、結構なんかやっぱり、12月、前回いつやったんだっけ？前回が、3週間前ですよね。3週間前ね、東京女子プロレスは、その時そう、挑戦とエクストリーム戦もあって、その間に、サバゲーフィールドでもね、試合したりとかですね、エクストリーム戦もどん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 わけわかんない方向になってますけども、はい。まあ今日はいろいろと、なんていうんですかね、週刊プロレスの裏表紙じゃねえや、週刊プロレスのね、編集長の編集後期とかでもなんか出てきたりとかですね、あと、まあ、プロレス大賞ですね、プロレス大賞もいろいろあったりとかで、なんかこういろいろと皆さんもお聞きしたいことが多いんじゃないかなと思いまして、今日はちょっと特別に、実はこの後、木曜ザナイトがあるんですけども、配信させていただこうと思ってます。はい、まだでも35人ぐらいしかないのか。じゃあこの35人ぐらいに超重要な話をしとこうかな。はい、寝なくて大丈夫ですか？いや、もう大丈夫ですよ、もう寝てないですよ。はい、今回のトースプロレス大賞、いろいろ言われてたの？俺は分からないけども、はい、まあなんとですね、今回のプロレス大賞なんですけども、なんと DDT から、これ6年ぶりですね。6年ぶりに、遠藤哲也が、技能賞を、獲得しました。おめでとうございます。いや、本当にね、6年ぶりですよ。そして、プロレスリングノアから、殊勲賞がね、塩崎剛選手、そして、ベスト、じゃ最優秀タッグチーム賞にですね、杉浦、選手と、杉浦隆選手と桜庭和志選手が選ばれたということで、いやー、本当におめでたいですね。おめでとうございます、本当に。はい、ね、本当にね、嬉しいですよ。はい、やっぱなんだろうな、やっぱりいろいろとね、このサイバーファイト体制になってどうなるんだろうなみたいなところは正直ありましてですね、やっぱりまあ、もちろん DDT もそうですし、プロレスリングノアもそうですし、東京女子プロレスもそうですし、やっぱりその例年、やっぱりその新日本プロレスさんが、まあ、ほぼほぼね、多かったりとかして、一体その流れの中でどうなるんだろうなみたいなところはあったんですけども、今回、その新人賞が、まあ、見送りということになって、基本的に7部門ですかね、確か、7部門だっけ。確か7部門ですね。MVP、ベストバウト、最優秀タッグ、殊勲、関東、技能、女子プロレス大賞と。すみません、くしゃみしちゃった。すみません、ちょっとすみませんね。はい、7部門中、なんと、サイバーファイトが、3部門ですね。そして、新日本プロレス、さん&スターダムさんが、4部門ということで。それを見た、SNS をエゴサーチしてるとですね、武士ロード対、
サイバーエージェントの 争いだみたいな感じでなってましたけども、全然我々はそんな気持ちは全くなくてですね、本当に純粋にやっぱりこのね、2020年のやっぱそのこのコロナっていうですね、世界的なそのパンデミックの中、このような形で評価していただいたということは、非常に本当に嬉しい、限りで、ございます。本当に、まあ、自分の中でやっぱりそのもちろん、そうですね、3月ぐらいから、まあ、コロナで興行が、まあ、実績は2月後半ですね、から、まあ、コロナで興行ができなくなって、やっぱりどうなるのかっていう時に、まあ、無観客の興行としてプロレスリングノアが後楽園ホールで、無観客試合を行ったんですけども、その時やっぱりその塩崎選手と藤田一樹選手の試合を見てですね、やっぱりすごくこう感じるものがやっぱありまして、まあ編集長もね、編集後期の方でも私話してるんですけども、もう本当にそのプロレスの火をね、まあ、やっぱ絶やしちゃいけないということで、やっぱり結構まあリスクを、承知の上で、やっぱ興行をね、無観客から再開させてもらったっていうところは、やっぱりそのノアの、武田さんがやっぱり後押ししてもらったっていうのはね、すごく大きかったですよ。まあ、やっぱり僕も正直、ベストバウトとか、MVP に塩崎選手がノミネートされてもおかしくないんじゃないかなと思ってはいたんですけども、まあでもそれはやっぱり審査員の皆様が見た結果ではあると思いますので、まあやっぱりね、そこは普通に受け止めなくちゃいけないんだろうなと思いながらも、でも私の中では本当にこのなんだろうな、3月からの塩崎選手のっていうのはもう個人的には本当に MVP、私何の権限もないですけども、プロレス最初に関してはあげたいなと思いたいぐらいのね、動きだったと思いますよ、本当に。まあもちろんそのプロレス大賞、というのは、まあ本当に一つのね、業界の中での、まあ目安であって、ファンの皆様一人一人はそうじゃないとか、いやこれはもう当然だみたいなね、声もあったと思うんですけども、まあでも何だろう、やっぱりその中に、まあ、DDT としては本当に6年ぶりですかね、遠藤が、多分6年前にね、赤井さんが新人賞ですかね、取ったのが多分最後だと思うんですけども、なかった、いや本当になかった。やっぱり毎年ね、まあまあやきもき実はしてたんですよ、この時期は。だからやっぱその中で、なんだろうな、6年ぶりに賞がもらえたっていうのはすごく嬉しいですし、あと、まあもちろんその塩崎選手も素晴らしいとは言いましたが、遠藤哲也もやっぱりこの1年間ですね、彼が一番成長したし、プロレス界の中での認知も広がったんじゃないかなと思うんですよね。だからやっぱり、まあやっぱそこの部分は本当にね、まあいろいろとね、嬉しいことだなとやっぱ個人的にはね、思うところではあるんですけどもね。なんかいろいろとね、バーっと来てまして。サイバーファイト内で何か賞を まあそうですね、まあでもそれはね、まだまだいっぱいいろんなプロレスのね、大賞ありますからね、週刊プロレスさんも独自に賞を設けたりしてますし、あとやっぱりネットプロレス大賞ですかね、ブラックアイさんがやってるね、そう、あれはやっぱり俺も気になるのよ、すごく。あれはやっぱりファンの方々の声が結構反映される部分があると思うんで、そこがまたね、プロレス大賞と違ったのがね、見れるんですごいなと思うんですけどね。来年はノアは日本武道館大会を2月に行いますが、DDT も日本武道館大会、武道館で大会を行う予定はありますか？まあ、予定はないですけども、
まあでもやっぱこういうのって会場が抑えられるかどうかっていうところで、2021年はやっぱり今年やる予定だった東京オリンピックが1年間ずれたので、当然会場もやっぱり同じく取りづらくなってきてはいるんですよ。はい。なのでやっぱそこの部分はちょっと明言はできないですけどもね。はい。東スポの平塚さんが DDT 中継の解説から降りたのはプロレス大賞の選考に影響あったと思います。いや、それはないです、ないです、ないです、全然ないです。はい。遠藤選手はもっと認知されてほしい。そうですね。はい。DDT グループでは賞を決めたりしてないですね。1回あったんですよ。2013年だか12年だかかな。DDT アワードっていうね、1回だけあったんですけどね。はい。ちょっとまあ、なんで小声で言ってるんだって話なんですけども。はい。ね、遠藤選手とケニー選手の試合実現してほしいです。そうですね。はい。トースポはトースポであって、プロレス界を全て表してるわけじゃないですからねっていうね。はい。そうですよね。はい。だからまあ、なんかね、本当になんかいろいろとね、声がある中でね、やっぱり純粋にやっぱり嬉しいは嬉しいです、もちろんね。はい。で、まあやっぱこれからですよね。2020年ももちろんまだもう少しありますし、2021年ね、ここからどう動くかっていうところをね、やっぱりこう見せていけないといけないのかなと個人的にはやっぱ思ってはいますね。はい。だからまあやっぱり、そこを今後はね、ちょっとこういろいろと2021年はね、またまたこれはこれで大変ですよ。はい。もう今日コロナでね、822人ですか。はい。なかなか厳しい状況がね、まだ続いてはいますけども、まあそれでもやっぱりここを切り抜いていかないことにはいけないでしょうし、この状況下でもね、できることを考えなくちゃいけないですし、まあ、また本当に緊急事態宣言とかロックダウンとかってなれば、無観客の興行っていうのがまた出てくるのかもしれないですけども、まあでも今は本当に今でできることや、やっていきたいなとは思っていますね。はい。なんかちょっと、なんだろう、コメントがずれて、新しいコメントが出てこないな。これでいいのかな。今後、興行中止とかありえますか。でも正直、2月とか3月とかのあの状況に比べれば、我々も対処方法とか対応方法がいろいろ見えてきたし、分かってきたことがいっぱいあるので、そうそう簡単には興行中止っていうことにはならないと思いますね。はい。だからやっぱり、まあ、もちろんその情勢もあるんで、もう一回再び緊急事態宣言とかロックダウンみたいなことになれば、また話は別ですけども、基本的に今の状況の中で、興行中止したりとか延期したりとかっていうのは、よっぽどのことがない限りはないと私は思っております。はい。ね、はい。イベント自粛要請来るんじゃないかとヒヤヒヤでしたっていうね。まあこれはまあ分からないです、この先に関しては。正直だからまあやっぱりそこはね、ちょっと今後どうなるかっていうのはちょっと見ていくしかないんですけどもね。はい。だからまあやっぱそこのところでいろいろとこう動いていくしかないんじゃないかなと思いますけどね、状況状況の。ただ明らかに、3月4月5月6月の状況の時に比べれば、もう分かってることもありますし、予測できる動きもあるので、そうそう簡単に興行中止みたいな形の状況にはならないし、させるつもりはないと私自身は思ってはいます。はい。そうですね。感染予定1.3、DDT1.4、東京市の後楽園ホール中止にならないことを祈ってます。もう私もそうですよ、本当に。ね。まあでも本当いろいろとね、やっぱりまだまだ予断はね、許さない部分ではありますけども、皆さんもね、本当にコロナの感染予防ね、しっかりして、はい、感染しないようにね、頑張っていただければなと思っております。はい。マッスル4大阪公演が昼夜2公演になっているのでびっくりしました。はい。私もびっくりしました。私もびっくりしましたって一言みたいに言ってますけども、まあまあでもね、やっぱりいろんなこと、マッスルも多分酒井もね、いろんなことやろうと思ってると思うので、はい。
以前試験的に行ったズーム観戦はもうやらないですか？ズーム観戦はね、もうちょっとね、できないですよね。なかなか。やっぱり興行再開したじゃないですか。で、まあ、TV ショーも再開1回はしたんですけど、やっぱりその緊急事態宣言下のもとに行われた TV ショーに比べると、ちょっと若干やっぱトーンダウンした部分は否めないかなと思ってるんですよ。やっぱりだからそこもやっぱ興行再開して、まあ、やっぱりそのライブエンターテインメントだと思うんで、やっぱ一度動き出したものをもう一回後戻りするっていうのはなかなか難しいんだなというのはちょっとやっぱ痛感はしましたね。だから10月単発で、10月と11月にTV ショーを再開はしたんですけども、またしばらくはよほどのことがない限りは、再開っていうのは、まあ、ないかなと思ってます。まあ、逆にそれとはまた違う形でね、この男色 D のがやった人生プロレスみたいな、ああいうのもなんかありかなと思っているんで、やっぱ人生プロレスは、まあ、ちょっとやっぱり私的には非常にいろいろとね、感慨深いものはありましたよ、やっぱり。サムソン宮本さんはね、やっぱり DDT でもすごくご協力していただきましたし、やっぱその辺で、D のがやっぱりあそこ、根室まで行ってね、新根室プロレスの皆さんと、そこでプロレスをしたっていうことに関しては、なんかすごく僕の中では、本当に男色 D のありがとうと言いたいですね。やっぱり宮本さんは本当に、僕はあの人はすごく天才気質な方だったと思いますし、あの人と喋ってるとすごくアイデアがもう湯水のように湧き出てて、この人すごいなと思うんですよね。もうなんか何喋ってもどんどんいろんなアイデアがポン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 出てくるっていう、まあ、本当にもっと早くにね、いろいろとお仕事をしたかったな、一緒に仕事したかったなっていう思える人でしたね。来年は野外での興行は行う予定はありますか？ 来年、でも野外は考えてますよ、やっぱり。来年はね、野外の興行っていうのはありますよ。そうですね、イベント実施に関してはクラスターは出てないですからねっていうね、そうですね。そうなんですよ。会社からね、外出自粛要請が来てる方は結構多いんですよ、やっぱり。だからもうそれはしょうがないです、本当に。ね、だから会場行けない人は辛いと思うんで、レスリーユニバースにね、入っていただければ。そしてABEMATV でもたまにやってますんで、そちらもご覧になっていただければなと思います。赤井咲選手、戦場。赤井さんね、赤井さんの戦場のね、あれも良かったね。あれは、俺はもうやっぱり赤井さんに感謝ですよ。やっぱ戦場さんでね、やっぱそのコロナの濃厚接触みたいになって、対戦相手の皆さんがちょっと出れなくなっちゃったみたいなところがあった時に、なんかね、やっぱ大変だなと思って、私もやっぱ興行をやってるね、立場からするとすごく大変なことだなと思っているんですけども、その中で赤井さんが自分からね、名乗りを上げてくれたっていうのはすごく嬉しいことですし、なんか赤井さんの成長みたいなものをなんかちょっと感じることができたんで、だからやっぱり岩田美香選手とね、シングルマッチやって、赤井さん、やっぱりちょっと生き生きとしてましたよね。なんか続きはね、もし見れるのであれば、全然見たいなと思いますし、全然また船上さんの方で呼んでいただけるのであればね、全然それは、全く問題ないですよ。ね、ピア配信はややこしかったけどいいかもしれないですねっていうね、コロナ禍における需要と供給のバランスは難しいですねっていう。源太郎プロレス教室でも新ネムのジジイするのが衝撃的でしたね。新ネムのプロレスに対してもキャラが濃い人多いのよ。 YouTube に多分新ネムのプロレス DDT で検索したら、うちが撮ったなんだっけ、あそこ、日本最東端の、納沙布岬、違うな、どこだっけ、日本最東端のところで新根室プロレスの人たち、私、試合してますから、下着三四郎とも試合してますし、その映像を見ていただければね、分かる通り、強烈なキャラがいっぱいいますから。お金の制約がなければ、WWE のサンダードームみたいなのをやってみたいですかって。制約なければやりたいけどね、
制約がなければ、はい、制約がなければね、やりたいなと思いますよ。はい、あれはすごいよね、やっぱね、見ててなんかすごい楽しいもんね、やっぱね。こういう時無職に近い自営業は楽だけど、体壊してしまったよ。まあでも本当ね、体をね、やっぱりそのに体はやっぱり常にね、気をつけてないと。今の時期はね、とにかくコロナもあるし、インフルエンザもありますからね。だから皆さん本当にね、それは気をつけてくださいね、そこは。無人島プロレスはコロナが落ち着いたら行う感じでしょうか。ちょっと、もうちょっと待っててください。はい、交通手段がね、なかなかあれなので。この状況下でレッスルユニバースでの DDT と東京女子の生配信が昨年よりも増えているのはとてもありがたいです。ありがとうございます。でも DDT はたまたま DO グランプリがあったっていうのもあるんですけどね。そう、DO グランプリね、DO グランプリ、ようやく公式戦が最終戦ね、終わりまして、やっぱり本当どの試合も本当にすごいな、素晴らしいなっていう試合のもう連続で、はい、やっぱりもっともっとこのね、熱い戦いをやっぱりこの届けたいなっていうね、のはやっぱあるんですよ、やっぱり。だからどうやったらこれが世間に届くのかなとか、なかなかやっぱりね、その辺をね、ずっと考えてる部分ありますよ、やっぱり。だから、プロレスをとにかくやっぱり世の中にもっと広げていかなくちゃいけないなと、個人的に思っているんですけども、そこがなかなかこうね、うまくできないのがちょっともどかしかったりして、YouTube での配信もね、いいんだろうけども、やっぱそこはありますね。その中で、やっぱり、秋山純選手の言った、高木三四郎社長は、新日本に、対抗、新日本を追い越せって言ってるのに、お前たちはその意識でいるのかみたいなことを、バックステージコメントで言ったんですけども、あれはやっぱり自分も感じるものはあって、でも秋山さん、その後に記者会見、翌日かなの記者会見でも言ってましたけども、やっぱりその、ね、50代のおっさんたちはこんだけ頑張ってて、サイバーファイト大丈夫かみたいなのはあったんですけど、やっぱりでも、僕自身もまだまだ負けてないってのもあるし、やっぱ秋山さんのそういうのって、僕自身もやっぱ発奮する部分はありますからね。だからやっぱ DO って今回やってみて、まだ12.27の後楽園で優勝決定戦がありますけども、本当にその50代のね、おっさんたちの意地みたいなものと、あとやっぱりその DDT で台頭してきているやっぱ20代の力みたいなもののぶつかり合いっていうのは、すごく自分自身楽しみですよ、本当に。だから、これ一つ言っとくけど、別に大田区のリベンジでもなければ、勝った人間が川崎で挑戦するかもしれないけども、別に挑戦者決定戦でも何でもないですから。 DO グランプリっていうのは、DDT でやっぱ最強の男を決めるリーグ戦ですから、はい、だから誰が2020年、DDT の中で最強なんだっていうのが決まる、試合でもあるので、10月27日はね、後楽園ホール大会、期待してください。はい、というね、ことで、DO はね、本当に今回、大石誠に俺はなんかちょっと、なんだって、よくできましたでしょうをあげたいぐらいだね。まだ終わってないけど。やっぱ大石誠のなんか評価がすごく上がった試合なんじゃ、じゃないかなと個人的には思ってますよ。はい、やっぱりだから、なんかすごいなと思いますね。やっぱりこういうリーグ戦って、キングオブ DDT もそうなんですけども、トーナメントのね、もそうなんですけども、やはりいいなと思います。それぞれの思惑だったり、それぞれの勝ちに行く勝ち方ね、だったりとか、やっぱりいろいろみんなちゃんとこう、なんだろうな、戦略練って、どうやったら相手を上回れるんだろうみたいなね、ところを思ってるんで、やっぱり見応えありましたよ、すごくね。どれ？アベマで中継した試合がユニバースで見れないのが海外組としてはちょっと辛いです。なんだろうこれ。
そんなことないと、多分 VOD で見れてるはずだと思うんだけどな、多分。あ、ノサップ岬ですね。ノサップ岬かな、多分。ノサップ岬だったっけ、なんかちょっと、うん、多分そんなんだと思うんですけどね。赤井さんに次ぐ女子レスラー誕生したらもっとね盛り上がれそう、うん、まあまあそういうね、人を見たいなっていうのありますよ。はい、青木選手が全日本とドラゴンゲートのアマゾンプライム配信で出てますね。青木選手がどんな試合をするのか楽しみです、うん、ね、見れたら見たいなと思いますけども、アキト選手が取締役のみか12月は厳しいとのことなんで来月に期待します。いやいや12月とかもう1月はそういうことじゃないから、もうやりません、もう絶対やりません。はい、丸藤副社長、秋戸副社長、私の、飲み会はもうやりません。はい、まあ、あれだけのプレミアということでね、皆さんご理解いただければと思います。成り上がりは次回確約ですか。はい、成り上がりは一応 D のにも言ったんですけど、2月になんかやれよって言って、この間今ちょうど YouTube でも DDT の公式チャンネルで配信してますけど、成り上がりの連中ね戦ってみて、うん、やっぱり面白い、まあ、強い弱いとかはちょっとともかくとして、おもろい、単純に面白かったあいつら、うん、やっぱなんだろうな、できない人たちと戦うことほど面白いのはないよね、やっぱ、うん、皆さん見てもらえば分かると思うんですけど、はい、やっぱり最初に出てきたね、お祭りのアイロとかサラリーマンとかさ、やっぱ見ててなんか楽しいし、うん、あと何だっけ、ベニオだっけ、ベニオとかさ、もうほんとなんか倒れないからさ、なんかもうイラッときてさ、もうがっちり行こうと思ったんだけど、なんか怪我させてもいけないしなとか思いながらも割とがっちりいっちゃって、うん、多分まあでもなんかそういうのも含めてさ、なんかこう面白いなと思って、改めてこうなんだろうな、やっぱりあんまりそのプロレスしてない人と戦うことの楽しさみたいなのは思いましたね。うん、なんか機会があれば本当にプロレスラーじゃない人と戦ってみたいなみたいな、やる気があるんだったら、はい、っていうのは思いましたよ。はい、まあ、一旦ちょっとね、次の挑戦者が出てこなかったんで、今まで名乗り上げてきた人たちにちょっとターゲットを絞ってやろうかなとはちょっと思ってますね。はい、なんで今後の YouTube でのエクストリーム防衛戦にご期待ください。はい、そう、オールドイン以来の大社長のストレスがあって、まあそうだね、うん、やっぱりねストレスすっごい溜まってんの今、本当にストレス溜まってて、やっぱりだこのやっぱ短い期間内にいろいろ挑戦者がいっぱい出てきてくれてよかったなと思ってて、うん、でやっぱ好き放題というか、なんかやっぱりやりたい放題やれたし、うん、まあでも12月ね、また年内にその挑戦者が現れればやりたいなと思うし、現れなかったら今まで名乗りを上げてきた挑戦者一人一人に連絡してちょっとやってみようかなと思いますよ。はい、秋山さんのコメントが激アツでした。俺も秋山さんやっぱすごいなと思いましたね、改めて。リング上でもやっぱり自分を持ってるし、 SNS 上でも自分を持って信念を貫いてるっていうのはやっぱね、すごいなと思いますよ、やっぱり。登場で英語実況するんですよね。ノアや DDT でも今後やる予定ですか。はい、まあタイミングがあればですね、これはね、うん、今回たまたまアベマの生中継もあったんで、じゃあアベマの方で日本語で、でユニバースで英語でやりましょうかみたいな感じだったんで、はい、ね、そう、秋山さんが上野君との試合後のコメントで若手を焚きつける発言をしたのは、若手を焚きつけるというかね、俺秋山さんのあのメッセージは本当 DDT 全部に対してのメッセージだと俺の中で受け止めてるからね、やっぱり、うん、まあそれはひょっとしたら俺も含まれてるのかもしれない。本当に社長、新日本に勝つ気あるんですかって、うん、だから改めてこう激をもらった気がして、俺自身も気を引き締めなきゃっていうのは思いましたね、やっぱ秋山さんの言葉って、うん、重みがあるし、うん、やっぱり秋山さんってもう経歴もすごいじゃないですか、やっぱね、だからやっぱそういう部分でもちろんそのなんていうんだろう、新日本プロレスの選手たちも試合したりとか、いろんなものをやっぱり持ってる方なんで、その人からしてみて今 DDT どうなの、大丈夫なのみたいなとこっていうのは非常にやっぱりその答えましたね、
あれを聞いてどうみんなが思うのか、これはでもその社員とかスタッフもどう思うのかっていうのは今後に出てくるんじゃないかなと思ってますよ、だから週刊プロレスの、編集後期で編集長にも話しましたけど、今はやっぱり DDT は守りかなと思ってるんで今はね、やっぱりそのもう一回ちょっとこうDDT というリングを見つめ直して、もう一回ねそのどこに向かいたいのかっていうのをちゃんと再確認するべきなんじゃないかなと思いますよ、私は全然ブレてないんですよ。私はもうデビューした時から本当トップを取ってやるっていう気持ちなんで、プレイヤーとしてトップを取るっていう気持ちはちょっと薄れてはいますけども、でも経営者としてトップを取りたいっていう気持ちは常に持ってるんで、そうじゃなきゃやっぱりサイバーエージェントっていう大企業のグループに入ってまでプロレスをやっぱ広めていきたいっていう気持ちもあれですし、ないですし、ないそういう気持ちもありますし、トップを取りたいと思ってるからそこのグループに入ったわけだって、だからやっぱりなんだろう、自分の中では本当にそこの信念っていうのはブレてないですよ、だからプロレスリングのはもうグループ企業から一つの会社になりましたけども、でもノアはノアでやっぱり今トップを取ろうと思って頑張ってるし、で DDT は DDT でやっぱり今ちょっと守りに入りながら、でも守りで入るっていうのは別に攻めてないっていうことじゃないから、だからそこはやっぱりね、なんだろう、今は僕の経営判断で DDT は守りを固めるべきっていうね、そうっていうとこですね、年末の年越さないプロレスはユニバース配信は無理ですか？そうなんですよ、無理です、すいません、サムライ TV でご観戦ください、1.4 英語実況ユニバースでも期待します、新日本一人勝ちはプロレス界の未来の課題ですよね、まあでもやっぱり一人勝ちって なるんだろうな、やっぱり、でもまあそこはやっぱり崩していきたいですよね、本当に、帰ってきた若手通信講義は楽しみです、私も楽しみですよ、DDT の看板に竹下選手になってほしい、本当そうですよね、中澤マイケル選手は来年 DDT 出場するのは難しいでしょうか、まあやっぱアメリカですからね、ちょっとなんかずっと回ってきてるな、ちょっと飛ばしましょうか、上野選手をもっと世間に届いてほしい、プロレスファンでなくても一般女性に届く魅力を持っている、上野ね、あざとい上野としてやっぱり上野あざといっていうハッシュタグをもうちょっと世間に広めたいなと私は個人的に思ってます、宮古子さんとエクストリームやってほしいです、嫌です、絶対やらないです、松本宮古さんは NG でお願いします、東京女子のアベマ配信の復活嬉しいニュースでした、まあ喜んでいただけるとねありがたいですよね、武藤さんたちの会食は何を話されたんですか、武藤刑事さんと、サイバーの役員の山内さんと、武田さんとでちょっと会食しまして、いやでも本当になんか今年お疲れ様でしたみたいな感じとかですけどね、なんか店がね銀座のお店だったんで割とそこにちょっと圧倒されてた部分はあったんですけども、遠藤アレス選手のデビューが楽しみです、そうだね、やっぱチアワンだったからね、私からしてみたらやっぱりそのレッスルワンでねチアワンっていうのはレッスルワンのマスコット、アイドルでしたからね、やっぱりそこの部分で遠藤さんには頑張ってほしいなと思いますよ、井上翔作さんが知り合いなんです、成り上がり頑張ってほしい、あそうなの、知り合いなの、あいつは良かったね、火吹くのはまあ本当に今もう火吹けるプロレスラーがそんなにいなくなってきちゃったしなんだけど、あれはもう彼の持ち味にしてほしいですよね本当に、DDT の選手は自分の実力が分かってない選手が多いって秋山さんがインスタグラムで言ってました、タネタの選手のクラブで実力で負けてないのとっていうね、本当そう僕は思いますよ、まああとはやっぱりもっと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 自己 PR しなくちゃダメだし、あと業界全体のことをもうちょっと考えてほしいなと思って、そうプロレス界全体のことね、高木社長の思いをリング上で形にした時の秋山選手、こうしてる感がありますか、そうそうなんですよ、私がねできないことを秋山選手が
やってくれる、ね、同じ50歳大阪出身だから秋山さんこれからもよろしくお願いします、はい。そういう秋山さんのレンタル席って年内だったような延長してほしいですが、なるほど、来る前よりできる人が多かったとは言われてましたねっていうねちょっとすいません飛ばします、はい。これ待って、この秋山純、僕は高木社長の新日本に追いつき追い越すの使命を受けたと思って、これ秋山さんじゃないですか。あ、秋山さん来ました、はい、その通りでございます。はい、私はもうあの秋山さんに、そこをお願いしたいということで、そんな使命を受けたなんてね、あれですよ本当に。もうやっぱ DDT のやっぱその部分っていうのはね、あの別に僕だってあれなんですよ、 DDT もそうだし全く負けてないと思ってるんですよ本当に。ただやっぱその世間に届けるために、あの世間にそれをこう伝えるためにはやっぱりそういうね、秋山選手の参戦っていったことも必要だと思ってたんで、でやっぱりその5月からお願いしてもらったということでね、はい、もう僕もここの部分に関しては同じですから、はい。だからこれでね、何も言わないDDT の人間とかいたら、もうそいつらはもう俺から言わせればファック言うですよ本当に、はい。なんでもそれぐらいの気持ちで、うちの選手とも向き合いますよ私は、はい、スタッフともね、あお前ら何しにやってんだと、男なら天下取りに行かないのかっていうことをね、はい、私はその気持ちでおりますので、秋山さんこれからもよろしくお願いいたします、はい。みんなすごい秋山さん来た秋山さん来た秋山さん来たってなってますね、はい。まあ、でも今年遠藤のね発信の仕方に関しては本当に視野の広さっていうのはね、確かになんか肝心なところではね、ちょっとこう全然的外れなこと言ってる感はありますけども、でもやっぱり遠藤哲也ってやっぱりなんかこう業界を全体をね見れるようになったなっていうのはありますし、はい、やっぱりそこですよ、うん。秋山さんの登場にそわそわする大社長って、いやそれはそわそわしますよ本当に。私もたまに秋山さん の, ツイキャスだったりインスタライブにたまにコメントを書いたりとかするんですけど、まあこうやってねコメント来るとやっぱちょっとドキッとしますね本当に、はい。なんか俺もちょっとなんかベランダで今度やります、今寒いんでちょっとあれですけども、今度ちょっとベラ、まあ、うちでもベランダないんで、はい、ちょっとどっかベランダのあるところを借りて、葉巻は吸えないんで、はい、なんか電子タバコでも吸いながらやりましょうかね、はい、吸ったことないですけど、はい。そうですね。でまああとはまあでも DO グランプリはもうそうで、でまあサイバーファイトってさっきもお話した通りですよね。いや2021年は本当に今回ねそのプロレス大賞で一つちょっとサイバーファイトとしての勢いっていうものはお見せできたと思うので、まあこれをやっぱ維持していくっていうことが一番大事だと僕は思ってますし、さらにどん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 飛躍的にいろんなことをしていきたいなという気持ちはありますよ、はい。当然東京女子プロレス頑張れプロレスも同じように頑張ってほしいなと思うし、うん、一回だから大岡とはちょっとね、まあ当時はほら高田さんにもう全権を委ねてるんで高田さんが頑張ってくれればいいかなと思うんだけど、一回やっぱ大岡健とはちょっとちゃんと話しなくちゃいけないなと思って、大岡にはやっぱりこのまあなんだろうね、日本のというか、まあ、東京のというか、まあやっぱりインディー団体を統一してほしいよね、はい、大岡健に。うん、だからやっぱり大岡も大岡で志を持ってねやっぱ頑張ってほしいなと思いますよ本当に、はい。やっぱガッツにね、ガッツ石島にやっぱりインディー統一とか言わせちゃダメだよやっぱり、まあ大岡頑張らないとね、はい。いろいろな選手でありましたが DDT の選手は全く劣ってない、もっとプロレス界全体を見て目標を持ってほしいです、本当おっしゃる通りです、はい。だからやっぱりもっともっとその機会を、世間に触れる機会を僕らは作らなくちゃいけないなと思いますし、
頑張っていきたいなと思ってますよ、サイバーファイトとして。うん、で今のやっぱりそのノアが、どんどんやっているビッグマッチ路線ね、DDT もやっぱ最低限ビッグマッチはやっぱり行いたいと思っておりますし、はい、もちろんそのね、その先にはまた両国に戻ろうという気持ちもありますし、はい、やっぱその辺の気持ち、志を持ってね、2021年はサイバーファイトちょっと頑張っていきたいなと思っております。はい、あとはまあアベマでね、12月23日に、路上電流爆破やりますんで、はい、まあこれはこれでまたちょっとね、DDT の違った一面だと思って見ていただければなと思っておりますんで、はい、でもやっぱりこの間クロちゃんのとやっぱり大仁田さんって結構なんか、なんだろうな、変な意味じゃないですけど、なんか手が合うなと思うんですよね、やっぱり。うん、別になんかその大仁田さんとクロちゃんをフィーチャーしたいがためにやってることでもないんですけども、うん、でやっぱりその他のカードにはね、サウナブとダムネーションの、が試合があったりとか、東京女子プロレスの路上プロレスもね披露したりとか、やっぱこういうのやってるんだよって、もっともっといろんな人にやっぱ触れてもらいたいし、見てもらいたいなと思ってるんですよ。はい、だからなんだこれ、大仁田とクロちゃん出るんだったら見ないとかいうことじゃなくて、やっぱ全部見てほしいなと思ってます、本当に。はい、ああいうね、個性の強いというか悪の強い人っていうのはね、実はやっぱり今の若いレスラーに見習ってもらいたいなと思う部分だったりするんですよ。はっきりと言って悪が強くないとこの世界渡りきっていけないのでと僕は思ってます、個人的に。おとなしくしててもダメだし、はい、やっぱり悪の強いところと、あと言うときはガツンって言うっていうね、そういうとこだと思いますね。はい、うん、そうね、大阪でのビッグマッチというかやりたいですね。2月23日に名古屋で、まあ、一応ビッグマッチとして行います。はい、国際、国際会議場か、名古屋のね、あれも5年ぶりぐらいですかね。はい、クロちゃんハッスルがまだあったらスターになったかもしれませんねって、まあ、そうですよね。クロちゃんはもともとでもミッドブレスっていう初代になったジムでよく一緒にいたんで、はい、クロちゃんがいて、あそこすごかったですよ。クロちゃんがいて、邪道さん、下道さんがいて、相川優月さんがいて、高橋七重さんがいてみたいないうジムがあったんですよ、初代ね、かつて。うん、あ、すごい、毎回すごいメンバートレーニングしてるなと思いながら、私もジムで、ね、練習してました。はい、DDT が一番、日本で WWE のような団体になれると思ってます。ありがとうございます。路上プロレスは DDT の武器ですよね、うん、と思いますね。ノアのペーパービューと武道館の結果はかなり重要だよね、うん、と思います。はい、年明け名古屋が多くて嬉しいです。名古屋はまあ多分これから毎月行くことになるとは思います。はい、なとこですかね。はい、そう、虎ノ門と初台店、また、まあ、4つあってもあったんですよ、実は3店舗あったんですよ。はい、そう、ガンプロね、ガンプロでもすごく今面白いですよ、ガンプロ見てても。うん、だからそこもちょっとね、なんか世に届けないとなと思いながら、うん、東京女子プロレスもね、今日はやっぱりアベマタワーで勢ぞろいして会見やってたんですけども、うん、なんかもっともっとね、東京女子プロレスに期待してることはすごくあるんで、そこは本当になんだろうな、皆さん注目して見ていってもらいたいなと思っております。はい、うん、まあそんな感じですかね。はい、はい、ノアのビッグマッチに2人の選手が参戦は難しいですかねっていうね、まあ、今の段階ではないですね。スターダムに選手を取られないでくださいって、いや、そんなこと言われてもなと思いながら、はい、ガンプロは、アスカ選手対、これ マドカさんのことだよね、はい、の選手の試合良かったですっていうね。DDT の秋山さんが東京女子を加信さんが見る、ちょっと前なら考えられなかったなっていうね。加信さんは別に東京女子の選手見てないですからね。
幸田さんを特訓するだけなんで、はい、そうですね、はい、というわけで、この後は、木曜じゃないとございます、今日はラーメン特集ですか、はい、ラーメン特集ということでね、もう何やればいいのかよくわかんないんですけども、はい、引き続きね見ていただければなと思ってます。そして秋山さんが来たことで今日嬉しかったです。私もびっくりしました。秋山さん本当にありがとうございました。そしてこれからも DDT をねよろしくお願いいたします。はい、まだまだね、そんな感じでございますが、じゃあそろそろスタジオに向かなくちゃいけませんので、ここらで失礼させていただけたと思ってます。今日はどうもありがとうございました。はい、またちょっとタイミング見て年内にできればいいかなとちょっと思っております。はい、まあでも私がこう思うこととかは週刊プロレスの、伊沢編集長に語ったことが今週号の週プロに載ってますんで、そちらをご覧になってください。はい、というわけで、以上、私のいっぱい語ってみたいのコーナーでした。はい、何のコーナーか分かんないですけども、はい、じゃあ皆さんそういうことで夜も遅くまでありがとうございました。ザ・ナイトもお楽しみに。どうもありがとうございました。さよなら。